じゃあね、メルトンの作詞の歌を作った、はい、曲を、お話を、お曲を一度聞いてみようかなと、はい、あ、マジっすか。あ、これカフを下ろさなくていいんだっけ。僕の曲ですか。いや、じゃない。ん、その前にその前に何、営業の子が作ったもの流れます。あ、そうなの。偽りの愛情は嫌い、俺は本物しか認めない。え、俺の人生は有限、本当に大事なやつだけに時間を注ぎたい、俺は本物しか欲しくない。怖い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 。怖い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 。Don't erase yourself. それ本当に自分のやりたいことなのね、どうなの。自分を騙して寂しさ埋めても、手のひらからほらスルスル落ちてく。本当に大事なもの失っていないかい。直球だね。大事な人に時間を捧げ、自分の未来は自分で開け。大事な人に時間を捧げ、余計な不安に支配される君じゃ No No No。 自分で自分を消すな。これさ、あ、なんかちょっとね、おもろい、これね。作詞側の思いと俺の思いがちょっと違う。本当に違う。ちょっとずれました。いや、組み取ったつもりだったんですけど、ちょっとね、難しいんだろうね、あの俺のことって。これね、違うんだよ。不安が軸じゃないんだよ。なるほど。そう、不安じゃないんだよ。なんだろうな、その自分のその大事なその時間を有意義に使いたいし、どうせワンちゃんの人生だから、その楽しく生きるためにその大事なやつに時間を使って、そのみんなと一緒に幸せな時間を過ごすっていうことなんだよね。だからその不安を解消するためにその行動を取ってるんじゃなくて、俺をめちゃくちゃ幸せにするために大事なやつに時間を使う、誰かと会う、本物に出会いに行くっていう、そういう思考だね。なるほど。それが俺の本心だね。そう、マイナスな面は消せないから、プラスな面をさらにプラスにするっていう考え方かな。マイナスは消せないからね。マイナスは消せないから、かっけー。プロゲーマー様かっけーだ、やっぱ。選ぶことが違うぜ。